来た。ローメダルみたいな。さて、お時間になりました。皆さん、いつまでもお見せしたいと思って写真一枚撮らせてください。こんな大盛況のヒトイヤ初製品なんだっけ。まあいいや、はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さん毎度、末山試験末山でございます。ヒットイヤーというイヤホンを、作っておりますが、ですね、今回、藤井美さん あのご好意によって製品説明会やってみませんか、打ち上げる素敵なところがあるのでお話しいただきまして、じゃあやりましょう言ったはいいんですけど、先ほどもちょっと、来てた方には申し上げたんですが、先般ですね、藤井美さん、根本さんとおいでいただいたインタビュー画像を撮らせてもらっていいでしょうかみたいなお話をいただいたんですね。で、その時に今回、私の出した、新ユニバーサル、フィットイヤーという機種なんですが、こちらについて、あることないこと、大体あることなんですけど、喋っちゃいまして、それが YouTube で藤井美さんのサイトとかで見れちゃうんで、熱心なフィットイヤーファンの方だと、今日何も新しいことを聞かずに帰ることになるかもしれません。で、それお含みを聞いただきつつ、途中退出もこれ自由でございますので、最後までお付き合いいただけると、もしかすると何かあるかもしれない。そのレベルで、お付き合いください。ということで行ってみましょう。はい、フィットイヤー、瀬山試験、こういう機会初なので、ちょっと会社の説明、紹介をさせていただければと思います。私どもですね、歯科技工所、入れ歯を作る会社ですね。で、これ1958年昭和33年に、弊社の代表取締役会長、兼父親、瀬山隆之による歯科技工所として、創業されました。こんな感じ。瀬山隆之さん18歳ぐらいです。なんか結構シャレな格好してるんですけど、足元が下駄というのがかなり出してますね。まだ元気。噂の激細ビル、銀座のですね、弊社、自社ビルというには自社柱ぐらいの感じの建物がありまして、そこの屋上でも禁煙でございます。歯科技工物入れ歯ですね、これはもう皆さん全部違う口の形、歯の形してますので、一人ずつの形に合って、口の中で噛んだり喋ったり、長期安全に機能する、これを求められます。こちら、よくコントとかで見る入れ歯ですね、こうパカッと取れるやつ、仮鉄式、外せます義歯、入れ歯というようなものと、こちら、これ差し歯とかブリッジ、よく言われますが、そういった、言ってみれば人工のこういう歯を作るのが障害でございます。どうでしょう、飽きちゃいましたもん。はい、こちら、私ども先ほどの建物の中に、3階で、新館、旧館の2階、3階がこういったラボになっておりまして、でこちらは補聴器かなのセクション、こんな感じでいつも、歯科技工だったり、イヤホンを見せたりとかしております。どう、これぐらいのペースが間に合って大丈夫そう。さあ20分ぐらいまで OK。 歯科技工、ですが、医学的な観点、また神秘的、こう見た目がなんか自然な感じになる、そういう観点に加え、さまざまな材料、金属ですとか、樹脂、時としてシリコン、そういったいろんな材料を用途、ニーズに応じて使い分ける、そういったの技術の集合体である。どうしても我々歯科技工士、私もそうなんですが、先生から指示書というのと患者さんの歯の模型をもらって、こうやって作ってくれ、はい、わかりました、作りました、いくらです、いうような商売しております。なんですが、もうちょっとこういろんなことに歯科技工の技術が使えるんじゃないか、そういったところがまずございました。例えば、東西焼き付けとありますが、七宝焼きです。金属に熱かけて歯の形を作るためのものなんですが、その金属で作った台の上に粉、東西といわれる粉を持ってですね、歯の形を作って、最終的にこういう釜に入れてですね、焼くと非常に透明感のあるガラスのような綺麗な歯が作れると、お高いんですけどね、こういうことも、しております。で、もう一丁、チタン鋳造、
これ、瀬山試験がですね、世界に誇る技術、実はでして、チタンって、いろんな今、切削加工品とか、厚塗とかでは、すごく使われてるんですが、この鋳造っていうのが一番難しい。なんでか、熱をかけて溶かすと、酸素を中にどんどん吸い込んじゃう。そうすると酸化してですね、ボロボロになっちゃうんですね。まあ、そういうちょっと扱いの難しい材料を、まあ、こういったものも歯科技工で今、使っております。その技術の推移を少しお見せしましょう。タミヤ製6分の1フルファンクションの、ゴリラ。こちら、まあ、プラモですね。これにスクリューといって金属の取り口全部つけて、で、まあ、一部シートなどかタイヤは別なんですが、全部チタンでキャストして接着剤がくっつかないんでレーザー溶接します。この通り、ちょっとパッと見るとん、何、普通のバイクの写真ぐらいの勢いですが、まあ、よく見るとちょっとナットとかがしょぼいんですけど、あとですね、こっちの方は皆さん、お好きかもしれませんが、まあ、あのフンクに出てくるフンクの100分の1マスターグレードモデルをですね、同じような手順で、撮影してもあそこの尾崎隆しか描いておけないね。こちらの方を、やはりチタンで全部キャストして、で全部またレーザー溶接して、またこのね、100分の1のマスターグレード指の関節まで動くんですよ。ここまで再現しました。はい、ということで今のはなかったことに。でもこれのおかげでですね、某筋から、ありがたいことに東静岡にあるアナハイムエレクトロニクス、あちらにですねミーティングに行かせていただいたという、京丹からゴマのようなかなりちょっと法的に危なかったんじゃないかとか、そういうようなこともございました。で、この歯科技工技術、さっきいろんな技術の複合体と申し上げましたが、これの他分野の応用として1985年長期事業をスタート、まあ、もう30年前ですかぐらい、ちょうど CD が流行りだしたのですね。まあ、その頃に長期事業をスタートしました。こんな感じ、普通のなんか補聴器販売店屋さんで、よく見ると一番最初に出た写真のトリミングした画像みたいな感じになってますけど、よいしょ。こちら補聴器に関してですが、やはりさっきの入れ箱同様、一つずつ、まあ一人ずつ異なる耳穴サイズ、あと形状ですね、まあ、これの適合させるというのが大事になります。また顎関節、よくインプレッションを取ったことのある方いらっしゃいますか。耳が取ったっていう人、うちで取ったって人手を挙げたまんま、はい、ありがとうございます。そしたらその時にですね、顎を動かしてくださいとか口を大きく開けてください、お話しさせていただいたかと思います。どうしてもこの顎関節、下頭という関節の長板がここにあります。開くとこう動く、噛むとグッと押し上げる。そうすると耳穴の形状が結構変わっちゃったりするんですね。でこれはやはり歯科でも同じようなことを考えながら入れば作んなきゃいけないので、まあ、そういった部分、まあ、顎関節の動きに対応する形態上、まあ、こういったものを得意だと。であと、まあ、高い親和性、まあ、口の中に入れて長いやつだと 2,30 年入ったままで使わなきゃいけませんので、まあ、それでも安全ですよ、ちゃんと機能しますよ、まあ、こういった点が補聴器と非常にこうマッチする部分がありまして、で蓄積した歯科技工技術と合致したということで始めました。もうちょっと前の方がいいかな。はい、これ耳型、耳型取った、こんな感じ。さっきの方は見たことがあると思います。はい、でフィリップス、オランダのですね超ビッグカンパニーで、こちらが補聴器も昔やってまして、その日本法人さんが日本で始めるよっつう時に、お声掛けいただきまして、カスタム耳の中の、まあ、耳の形取って中に入れてしまうタイプの補聴器、これの製造を自宅いたしました。で同時にイヤモード、まあ、後で出てくると思いますが、耳にかけるタイプの補聴器に使うやはりオーダーメイドの耳栓があります。でそちらの製造であるとか、あと一般のお客様にさっきの店舗、あと銀座ホソビルで補聴器を販売したりしております。こんな感じ、左側が耳の、後ろにかけるメガネの方、ちょっとここの辺ですね、
そういう感じのタイプと、で、あの先についてるのがイヤモンコでございます。で、右側、カナル型、CIC 型、まあ、いろいろサイズによってあるんですが、写真で見るとでかいんですけど、皆さんの小指の先のほどもありません。その中に、スピーカー、マイクがついてて、で、それ音の調整する EQ だとか、コンプレッサーとか、それを今度ボリューム上げるアンプとか、あとは動かすための電池、最終的に音の出るスピーカー、そういったものがみんなギュウギュウに入ってます。で、細かいことを作るのはまあそれで随分慣れたり、あとはなんでそんなことをするかというと、あのこんなちっちゃいところにですね、ある意味カラオケセットが入っている、そんなようなあの製品ですので、しっかり耳が塞がっていないと、あのピーというハウリング、まあ、補聴器、あいや補聴器にこう知ってる方なんかだと、たまにキーとかいう音をあのおばあちゃんがしてたみたいなイメージがあるかと思いますが、ハウリングしてしまう。ですから耳穴をしっかり遮蔽する。また補聴器の場合、朝起きて顔洗ったらつけます。で、風呂入った時に一回外して、で今度寝る、ま、そのまそのまたつけて寝る前に外す。結局24時間の3分の2使いっぱなしになります。そうした時に痛みが出ないとか、やはりあの安全性、アレルギーが出ないとか、まあ、そういった配慮が必要になります。はい、ちょっと待ちましょう。あと水、まあ、こういった今申し上げたようなことがカスタムイヤーモニター製作を行う上で欠かすことのできない司法試験の重要な機能になったということでございます。ちょっとここで一回休憩何分？え？あ、まだ10分。相当早いです。皆さんご安心ください50分はかかりません。行ってみましょう。フィットイヤー冷冷機、これはさっきの耳かけ型ですが、だいたいこのフィットイヤーとは何ぞや、その、右側の写真、先についている、イヤモード、パッと見、まあ、さっきと何が違うの、実は左側構造図がありますが、あのすっごい柔らかいシリコンを使っていて、まあ、長時間使っていても本当にもう負担がないっていうのを、特許須山試験がある私が取って作った実は製品なんです。でその時に、まあ、どうしてもちょっと補聴器で、まあ、お年寄りのものとかちょっと障害持ちの方のでしょみたいな、ちょっとそういうイメージ、ちょっと若干ネガティブな部分もあったんで、もうちょっとなんか景気よくかっこいいかどうかともかくですよ、ちょっと今までの補聴器とは違うような名前を見つけたことだろう、まあ、フィットするしねということでフィットイヤーというものをつけました。でこれどっかで見たロゴかなと思うんですが、昔のコキタンでですね、こういう丸い100均で売ってそうな、しかも3個入りであのケースがありまして、それについてたロゴでございます。はい、あ、もういきなり終わっちゃいました。てなのがまあちょっと最初、あったんです。あのフィットイヤーについてはね。で、ここ皆さんご存知のソニー、日本を誇る、スーパー企業ですが、たまに聞いた時にこの 56B とか私がつぶやいても見る人がいるかもしれません。こちらですね、ソニーさん昔補聴器やってまして、でその、1996年にソニーさんが出した超画期的なポケット型補聴器、ソニー TE-ST56B、 残念ながら資料が全然なくてこの白黒の写真しかなかったんですが、何がすごいか、もう、もう何年前ですか、18年前で、しかもポケット型なのにバイノーラルです。このここですね、ここにマイクがついてて、拾ったのが入って調整とかして音が出ると。ですので聞いた位置のそれをこうもう一回増幅して、まあ、聴力に合わせて入れますので、すごい自然、こっちから背が弱いのはふんって振り向ける、まあ、前後感だとかそういうのも非常にこうキャッチしやすい。またあのダイナミック型を使ってたので、音質も補聴器としては画期的に良かったというような補聴器でした。何が関係あるのと思うでしょう、思いますよ。これ大事なのはこっち、イヤチップ。次見てみましょう。これちょっとこれはまだ分かりにくいんですけど、あの今カスタムじゃなくて、カナル型、あの密閉型 の普通のイヤホンですね、それの先端に大体耳に合わせなんかつけますよね、イヤチップって。
あちらの元祖中の元祖でございます。結局先ほど申し上げたように補聴器は耳穴をきっちり塞いでないとハウリングしたら、特にこれバイローラルでマイクとスピーカーの位置が非常に近いのでそれが出やすい。で、実は防護っていうこういうチップが付いてないタイプもあったんですが、それはあのピー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 になっちゃってあんまり商品としてダメだ。で、ソニーさんがそこをもう一回挑戦してこれが出たんですけど、その時にできたのがこのヤーシップ。ちょっとずんぐりした感じに見えますがこれですね、こちら。で、これが今でももう皆さんどこのメーカーさんも当たり前、まあ、うちも当たり前のように使わせていただいているこのクラゲ型タイプの元祖だと思いますっていうのを一つと、あともう一つ、まあ、それでもどうしても、カスタムの場合でも、カナル型、密閉型の場合でも外の音がどうしても入ってきてしまう、まあ、同じように補聴器でも、まあ、出力をグッと上げていけばピッと鳴ってしまうことがある。で、当時ですね、あのソニーさんともソニー補聴器さんですが、うち取引というかお付き合いがあったので、あの どうかなりませんかねみたいな話をした、あのいただいた。じゃあ、まあ、うち耳穴式の補聴器もやってたんで、こんなのどうですかねみたいな話をして作ったのは、こいつ。どっかで見た感じの形。これをパカッと外して、こっちをつけて、で、耳に合わせて、そのハウリングを止める。まあ、長時間つけても痛くないようにする。まあ、ある意味、これが、うちのイヤモニ、今やってるイヤモニカスタム関係の初めてかもしれません。はい。そして2001年、あ、大丈夫かな、あのまだまだ飽きてませんか、もうちょっともうちょっと始めましょうか。2001年にですね、あのアップル iPod 誕生と。なんでいきなり、まあやっぱりあのライフスタイルを変えた、まあそれまでもちろんソニーさんがウォークマンを持ってた。だけどまあ私世代だとレコードとか CD からドライブテープとかね、あのそのいろんなシチュエーションにちょっと彼女とテープとかね、そういうのをカセットで作った覚えがありますが、まあ、その後に出た MP3 プレイヤーなどまだ32メガとかしかなくて、なかなか何でしょう、めんどくさい、好きな人にはそれが楽しみでもあったんですが、でもこの iPod が2001年に出て、当時のハードディスク内容、大体ハードディスクっていうのが画期的でしたけど、容量が5ギガ、もう世界を我が手にしたぐらいのサイズだったんです、当時は。で、そうすると、サウザンド・ソングス・イン・ヨー・ポケットっていうキャッチコピーとの通り、自分が持ってる音楽を全部外に持ち出して、好きな曲を好きなタイミングで、全く気まぐれに楽しめる、まあ、そういった製品でした。ということで、まあ、知ってる方もいらっしゃいますが、私は以前、あのアップルバカで、あの新製品が出ると、買って分解して、ホームページに載せるということを10年ぐらい繰り返してあるんですが、まあ、当然これ、出た日に買いました。出た日に分解しました。そして出た日にイヤモニ作りました。これあのホームページからの写真しかなくてかなりこうボヤボヤしてますが、あのもともと、付属でついているこれあのトースターさんかな、あの山間口さんいないか、トースターさんが確かこれ OEM であの大量に作ってるやつなんですが、すごく音は実はいいんです。でもやっぱり耳に合わない。あと外で使った時にあのオープンタイプなんで雑音が入ってしまう。じゃあこれそういえば昔 56B でやったよなみたいな感じで自分の耳穴に合わせて封鎖したところ、すっごい豊かな低域でもマスキングされない、雑音にマスキングされない、非常にいいバランス、まあ正確に言うとちょっとブーミーな嫌いもあったんですが、あれちょっと待って、これ音楽でも結構こういうので楽しめんじゃねみたいなのがここで一つ気がついた。でこういうのをですね、あ、こんな感じで入るんですが、耳には結構いい感じで収まっております。でこれもソニーさんの当時あの MDR-EX ラージ SL というのも名機中の名機ですが、やっぱりイヤホンとかにも興味が出てきた。で、あれこれそしたらもっといい音のするのあんじゃね、じゃあこれ先端ついてるイヤチップ変えちゃえばいいんじゃね、まあ、さっきさんざん褒めたイヤチップなんですけど、まあそんな風な遊びをしてはですね、その昔会社のホームページを完全に私物化して、こんな情報をですね、ガンガン載っけたと出たところ、業務系の方から、まあ、あのマッキントッシュザー音楽系多いので、あのこういうのって作ってもらえんですかと、舞台演出の方だったと思いますが、あの謝礼レベルで良ければあのぜひやらせてもらいたいんですけどみたいな話から私どもの業務系が始まったというお話でございます。あ、これは別にさっきの言ってた、当時ジャックしたらですね、
はい、山梨県ですという、もう今は亡きホームページでございます。まあ、今のはフィットイヤーというか、私が、まあ、個人的にそのイヤホンに興味を持ったいきさつなんですが、それよりもうちょい前、イヤホン、まあ、カスタムを語る上で非常に大事なものだったり人だったりが、あるわけですが、こちらはチュアの E シリーズ、ご覧いただいたことがある方もいらっしゃるかな、まあ、結構マニアな方ですね、シュアの E1 というタイプ、1996年に、シュアさんが、ワイヤレスのシステム、ごめんなさい、95年かに、ワイヤレスシステムで、PSM600 という、イヤモニターシステムを作りました。ここでイヤモニってよく最近耳にするかもしれませんが、インイヤーモニターシステム、訳してイヤモニなんです。イヤホンがイヤモニなんじゃないです。あれはただのカスタムイヤホンなんです。でも、便宜上イヤモニなんです。で、この、シュアの E1 は、この PSM600、これ今組み合わせるために使われた、作られたイヤホンなんですが、さっきのソニーの発案したクラゲ型とは違って、ハポウレタンフォーム、これを使っていると。これをまあ取り付けてクシュッと小さくして耳の中に入れると、ゆっくりふわーっと大きくなって耳をかなり広い範囲で遮蔽してくれる、これ非常に優れた製品です。まあうちの製品じゃないですか。で、まあここででも一番もともと補聴器屋として言いたいのは、これにバランスのアマチュア型レシーバーが使われていた、これが画期的でした。で、我々補聴器ですと、大体取り扱う周波数帯が125Hz から 8000Hz、8000Hz なんて嘘ですよね、4000Hz ぐらいですよね、藤井さん。で、かなりナノレンジで使うのが前提なんですね。で、大体こういう機会やるとピーってハウリングしやすくなっちゃうので、抑えるんですよ、大体。だから、バランスのアマチュア型は85年当時から当然使ってましたし、知ってたんですけど、音楽聴くとか意味わかんないと。全然そんな、そういうもんじゃないですよねみたいなイメージだったんです。でもこの人とかこの人、シュア V5、私もこれを買った時は清水の舞台から飛び降りるつもりで、買ってですね、そして清水の舞台から飛び降りるつもりで分解しましたけど、まあこの E1、E5 で、今度は E5 の方はより素晴らしいのは、その確かに今の場合どうしてもナローです、一発ですから。もうこれはもう BA のちょっとバンドリスがこう狭いというのは、これしょうがないです、原理的に。そこを2発入れて、しかもネットワークをここに組み込んで、非常にレンジの広い、もう音楽再生に向いた、こういった製品というのが、開発されます。さてご紹介しましょう。皆さんご存知のイヤモニの神様、ジェリー・ハービーさん。ジェリーさんも本当長年にわたって PA の現場で活躍されて、たくさんの著名なアーティストを、手掛けられた。で、まあ、そんな中、まあ、よくある話で、バンヘイレンのバンドでドラマの方から、何かもっといいイヤモニがないか、まあ、そういう話をがあって、まあ、それでですね、のこう原型をこう作った、それが非常に受けたような、まあそういうところがあって、まあ、あとはじゃあちょうどイヤーモニターが使われ始めたっていうのは、先ほどの PSM600 とかワイヤレスとこうリンクもしてた。で、それでですね、こちら、アルティメットイヤーの UE5 でございます。これ最新、比較的新しいモデルですが、まあ、先ほど、まあ、見ていただいた2つのユニバース、シュアの E1、E5、このアルティメットイヤーの E5、あと E3 というの、ごめんなさい、UE5 ですけど、あと UE3 というシングルモデルもありました。実は、このカスタム、2機種のカスタムがそれぞれ E1、シュアの E1、シュアの E5 になった。だから、正直私も不勉強で、ジェイさんのことを存じ上げたのはだいぶ後だったんです。ですが、そのチュアのシリーズは非常によく知ってて好き で、それを分解してカスタムにしてみたいなことをしてたんですね。で、そしたら、なんだこんなすげえ製品あるじゃん、アルティメットイヤーズって何みたいなことだったんですけど、で、
ジェニーさんに最初お会いしたときは大変緊張しましたが、もう非常にこう寛大な方で、もう今も親しく接しさせていただいてもらってますが、まあ、こんだけ長々と喋っているのに、もうすべてジェニーさんのこの手の上で仕事を今でもしているというような状況でございます。この場をお借りしてもジェニーさんには、本当に感謝の念を、伝えたいと思いますので、ヘッドファイン系の方は、ぜひお伝えいただければと思います。あと私たち、まあ、先ほど、業務系のところからお話をいただいてスタートしたと申し上げましたが、もちろんそこでのこう仕事というのが我々の製品にたくさんフィードバックされています。まあ、特にこうご紹介したい何名か、スライドに出させていただきますが、こちらサウンドエンジニア佐藤浩一さん、この方ご存知だとかなり通PA 系の方ですよねっていう、方なんですが、まあ、コンサートを終わります。でここにこう舞台があって、でここにメインスピーカー、これ我々がいつも聞いてる音です。でこの裏にサイドヒル、この足元にウェッジ、こっちの 2種類のスピーカーは、オステージ です、ね、演奏してる時にこうやってガッと上げてやるためのものじゃないんです。あそこから音が出てて、自分が今弾いてる音とか周りが演奏してる音を聞きながら演奏してるんです。 ですがもう今これぐらいの会社だったらまだいいんですよね。スタジアムで、ここからランウェイがバーン30メートルいってる、そこに走り回って歌って踊るわけですが、当然聞こえないと。もしくはここでドラムでドーンって踏む と、360分の30メーター遅れちゃうんです音が。そうするとこっちとこっちでチンハグになっちゃって、もう TBS とかのなんか音楽番組とかだとひで、音がテレビで流れることがたまにあるのはそういう理由です。でそれをなくすために、ステージにいる人がこのこういう時になんで絡むんだよこのイヤモニターをこうします。聞こえません。でも外では100デシとかでかい音が出ます。イヤモニするとだいたい30デシベルぐらい外部の環境を落とすことができます。ここ今非常に静かなんで45とか、まあ、50ないぐらいの騒音レベルだと思うんですが、まあ、せめて70デシベルであれば、まあ、20デシぐらいのダイナミックレンジを与えてもう90デシで済む。でもそれがない時代、もうここがもう100超えるぐらいのノイズフロアのところになんとかこう聞かせなきゃっていうと105デシ、110デシ、まあ、ピークですけど、ね、入れなきゃいけない。そうするともう聴覚やられちゃう、全然まず聞けない、でもうコンプギュギュにかけないから分かんないみたいなことをしてた。で、まあ、それはざっくりの業務用のイヤモニターの、目的なんですが、まあ、それだけではやはり使えないので、じゃあ今度ベースの人にはどういう音が欲しい、ドラムのキックをメインに聞かせてくれ、歌う人にはじゃあベースはいらない、メロディーライン、ピアノの音を貸してちょうだい、そういうのをそれぞれ今調整するんです。でそういったことをする、まあ、モニターエンジニア、そういうこと自体をモニタリングというんですが、そのモニターエンジニアで日本のトップエンジニアが先ほどの佐藤浩一さんです。で実際にオスペラーズですとか、M フローだとか木村カエラさん、まあ、そういった方の、現場をサポートされてますが、まあ、そういった現場に実際ですね私連れてっていただいて、でワイヤレスのその佐藤さんがミックスした音を聞かせていただいて、作ったものを持ってって、でリハーサルとかで聞かせていただく、そういったことも本当に長い間やらせていただいて、まあ、そういったところが本当業務用として成立する製品、耐久性であり音質であり、まあ、それを本当性に到達する何よりの恩人でございます。そしてこちらはご存知の方もいらっしゃると思いますが少々お待ちください。マスタリングエンジニア、マスタリングという言葉も最近は随分知られるようになりましたが、まあ、CD の原版を、まあ、最終的に作る方、まあ、すごい音をなんか極端に変えるとかというよりは、まあ、ファイナルチェックをする方で、必要に応じて調整を CD フォーマットに合わせてする方、そういった、役割の方です。もともとは東芝に入社されて1973年から4年からで、レコードのカッティングエンジニアとして長く活躍されて、東芝のところのソニーに移って、そっちではマスターセーブさんとか中森明菜さんとかで、今度はアダム・オン・エアーで今度 CD のマスタリングを始めて、でその頃から、山下達郎さんとか、竹内まりやさんとか、
で今は、まあ、ビクターを介して今度また外の ABS スタジオというところでお仕事されてますが、まあ、そういった、方になります。でこの CD、まあ、今はあまり CD 売れない時代のようです。まあ、1万枚とかで結構30分経過と今来ました。で、まあ、そういう時代ではありますが、例えばまあ100万枚売れてた時に、じゃあここにいる人はわすごいね、それ以外の人は何これ、こういう音作りではやはりまずい。やはり100万人ならほぼおおむね100万人がああっていう音を作っていかないといけない。で、まあ、私の友人で望月守というピアニスト、プロデューサーがいるんですが、まあ、彼があの原田さんのことをドコインにしていて、でお前はいやイヤモニは釣れるかもしれないけど音楽のことは仕事だろうと、音のことはお前分かんないから、その代わり俺がこういう専門家紹介してやるから、そんなような、ことがありまして、でそれが本当に幸運だったんですが、原田さんのご紹介をいただきました。でそうですね、原田さんもその長年もう体にこう染みついた音楽とはどうあるべきか、まあ、音とは何か、やっぱりそういう、もう根本的なところを本当にご存じで、でまあ、私なんかはね、こうお話できるような方じゃもともとないんですが、でも、なんていうんでしょう、まあ、今、製品の評価にしても、いろんなこうアドバイスをいただいております。でも最初に、望月が原田さん連れてきて、銀座に連れてきてくれて、製品、机に置いて、聞いていただいた時は、本当、死刑判決を待つような心持ちでございました。ダメだね、って言われたら終了です。でも本当、まあ、ちょっと手加減もしてくれたかもしれませんが、あ、これはまあちょっとこうだけど、これはこういうふうにしたらもっと良くなるんじゃないか、そんなところからお付き合いが始まりまして、で、そうですね、製品の評価もなんですが、さっきの1個目の写真、戻るかな、ありました。後ろにあるスピーカー、私の趣味で置いてたんですけど、アルテックの A7 という大昔のスピーカーです。で、これをハルさんに聞いてもらったときに、いや、瀬山さん、アルテックってこんな音じゃないよと。でそこから3年間、もう週1ぐらい通っていただいて、でこの音のチューニングをやってもらったんです。もうもちろんスピーカーもやった、ルームもやった、で、まあ、配置だとか、もう相当細部に至るまで、ダイヤフラムどうしようかとか、じゃあケーブルちょっと出してみようと。それが非常に私にとって、そのオーディオの、IQ を上げることになったんじゃないかと思います。あ、大丈夫か、見えてます、かぶってます。ありがとうございます。でまあ、そんな、そうですね、音に対してどういう考えを持ったか、まあ、ヒットイヤーの音があるとすればある意味、まあ、原田さんの音、まあ、334、まあ、MH334 なんていうのは原田さんからまあお名前いただいてますが、ある意味アルテックだ、JBL だ、アメリカンサウンド的なものっていうのが、まあ、一つのヒットイヤーのサウンドシミュレーションなのかなと思っております。もう大音声です。もう一個飛ばして、はい、こちら、杉山雄二さん、杉山雄二さんは佐藤浩一さんから、ダブエンジニアの仕事、大変著名なダブマスター X さん紹介していただいて、それダブさんが今度杉山さんを紹介していただくという、本当にこうわらしべ長者のような、お付き合いなんですが、レコーディングエンジニア、またミキシングエンジニアとしても大変著名な方で、ラルカンドシェルとか X ジャパンとか、まあ、そういった方、岡村隆一さんとか、そういった方のお仕事をずっとされております。よいしょ。でも今みたいにクールな方なんですけど、実はすごくユーモアを持って、でもちろん音楽の音に関してっていうのは本当原田さんと同じように教えていただいたんですが、まあ、特に杉山さんから教えていただいたことで、そんな著名な方だと、いや俺はちょっとあの時こうやったんだよ、こういうところが難しかった、そういう話っていうのは一切ないんです。で何かのきっかけで、いや杉山さん音楽って誰のものなんですかねっていう、なんかこう突然全問答のような話を振って、でまあ私なんかこう、まあ、イヤホン作ったりするときにどういう人向けにちょっと考えればいいのかなとか、まあ、その辺もあったんで、ね、ちょっとそんな話をしたんですが、その時は本当にもう私がこう何でしょう、思い知らされたところとして、誰のものでもないと、作った人、まあ、もちろんその人には才能があるし努力もあっただろう、だけど
それは天からのある意味贈り物で、まあ、宗教が上がった話じゃなくて、じゃあそれをいかに形にして読み出すか、でまたその読み出す時に例えば杉山さんであればそう適正にレコーディングしてミックスして、で原田さんだったら最上の形にマスタリングで仕上げて、でまた我々なんかが、そこに関与させてもらうんであれば、じゃあそれをどう、最大限魅力も中に入っているものを正確に伝えるか、でそうした時に杉山さんがおっしゃられた言葉というのが、謙虚であれ、だ本当もそういう著名なキャリアのある方からそういう言葉を聞いたというのが本当私にとっての財産でもあるし、まあ、今製品作る上でもやっぱりそういう一つの何でしょう、こうブレーキですかね、かつやっぱり大きな指針になっているんじゃないかと思います。はい、もちろん今の3人のエンジニアの方以外たくさんの、まあ、プロフェッショナルユーザーの方、私ども の製品に対してですね、ご助言をいただいたり、もうダメ出しもたくさんいただきましたし、で実際評価していただいて、いやじゃあ誰紹介するよっていうのもこれ本当にたくさんそういうお力添えをいただきました。で現在、まあ、プロフェッショナルユーザーの方で、まあ、1642名ですか、まあ、あとちょっと初期の方とか、もしくはちょっとこうサポートとかの方の部分がないのでもうちょっといるのかなと思いますが、でもこうした人たちがただユーザーとしてだけではなくて、たくさんの本当もヒントご意見をいただいていた、まあ、そういったことが言えると思います。まあ、それがフィットイヤーのある意味一番の強みだったのかなと思います。そういった方たちにはこの場を借りて、お礼申し上げたいと思います。でもちろんプロユーザーだけではない、一般のこうしかもカッティングエッジだ、まあ、そこにその9000本の方も、まあ、前に座っておりますが、まあ、そういった本当に音楽にこう熱心な貪欲な方たちがやっぱりそのカスタム、まあ、私もその一人ですし、でカスタムっていうものをこう見つけてくれて楽しんでくれてたくさんの助言をいただいた、でそういったものがやはり読みと若干違う部分もある、あなるほどこうすればもっと楽しいじゃんとか、あ迫力出る、でそういうたくさんの声で、まあ、我々製品開発させていただきましたし、あとはそれをこう聞いていただく場として、まあ、今回の、ね、ドーム祭りもですが、これは、ミュージックトゥーボー佐々木さんにやっぱり一番お礼しなきゃいけない、あとまた藤谷谷さんにも、ね、お礼をしなきゃいけない、この世界、このヘッドホン祭りに、今なんか偉そうにこんな喋ってますが、引き込んでいただいた張本人が今のお二人です。本当にありがとうございます。また、こちら今お出かけいただいている皆様に関しても、日頃、フィットイヤーのサポートをいただきまして、ありがとうございます。はい。ということで、これが50分かかったプレゼンの内容です。だいぶ短くなったんじゃないかと、今、後ろの方にも巻きが入ってるんで、次行きましょう。うちのブランドです、ごめんなさい、新製品です。ヒットイヤー、分かりにくい小文字です。ヒットイヤー、春のヘッドホン祭り2014、こちらでですね、センセーショナルに参考出品してからセンセーショナルに半年経ってしまいました、それにはいろんな音楽の事情もあったんですが、まあ、イヤホン、やっぱりこう感動のものですので、ぜひお試しいただいて、それでお選びいただければということで、春、夏のポタ、秋、3回そういった機会をご用意させていただいたという言い訳でございます。はい、今のヒットイヤーを語るにあたってですね、ちょっと触れたいのがタルテール、カタンという意味です。フランス語ですね。で同時にオペラ座とかそういうところで劇場の平戸正樹、まあ、この辺ですかね。もうちょっとしようかな。で、まあ、いわゆるアリーナと呼ばれるようなこうところをこう呼ぶ名前だそうです。で、まあ、ある程度作って聴いて、あ、結構ライブ系、もしくは生楽器、まあ、バロック的な、そういうのに向いてるのかなみたいなのがあったんで、まあ、そういうちょっとライブっていう意味で、いろいろ考えたところも、ある程度名称をつけました。でこの辺につきましては賛否両論あるかと思います。このタルテールで初めて我々、
ユニット構成による名称334とか435とかこれやめまして、また構成自体中身も非公開にした、まあ、この辺が先ほど申し上げた通りですね、今日来ても新しい話はないよという理由ではあるんですが、まあ、結局これメーカーのわがままだと思うんですが、まあ、自分たちがこう提供するものは音であると、で何よりユーザーの方が求めているのも音であって、でいやもちろんビシでこう並べるとこの通り口は軽い方ですので、口は軽いっていうんじゃないか、調子のいい方ですのでいくらでもこう盛ることができるんですよ。なんですが、ね、それで音が良くなることはないので、じゃあ一番やっぱり使われる方の耳というのが判断基準としては正しいんじゃないか、まあ、この辺はある意味杉山さんに先ほど教わった先ほど申し上げた、まあ、謙虚さというところの表れであればいいんですが、まあ、そういった形で今名称だったりその名称についてだったりあと内容についてという情報のご紹介がこのパルテール一つきっかけに変わったということを踏み込んでいただければと思います。一人は同じくハードウェア的な内容非公開、何のためにやったんだとこの会議、でも自分の君が最善の判断基準である、もう今日朝は本当にありがとうございます、たくさんの方にブースにお並びいただきまして、で我々がこう想定していた以上というか、なんか3杯ぐらいのお客様になんかすでにお求めいただいているような話を聞いているんで、本当にありがたいような恐縮なようなというところでございます。ですがこちらのヒットイヤーさっき分解したり何なりしてた頃から、まあ、その辺はともかくですね、そのおそらく一応製品として始めたぐらいから考えると10年ぐらいちょうどなります。で、まあ、たくさんの方にも会ってでたくさんの方からご意見いただいた、自分たちも少しは成長したというところで一度これまでの作ったものをここが足りなかったもうちょっとこうしたいっていうのを一回リセットして、どんなだったっけ最初っていうのである意味もう初心に立ち返って、まあ、というより、一から出直しな感じで、作ったのが今回のフィットイヤーでございます。まあ、それゆえ名称も、まあ、パルテールというのもちょっとこう印象というところでは乗っけてしまってたものもありましたので、今回もこれは藤田さんには大変また皆さんにも大変ご迷惑混乱させてしまうんですが、あえてブランド名を商品名にさせていただいた次第です。はい、本日より、藤田エビック様でこう販売ブースの方でですねご視聴いただいてという形にはなりますが、でオープン価格、このオープン価格ポリシーも、先般からこういろいろこうお叱りご批判等をいただいているんですが、まあこれ一応パルテールと同じ価格でいいんでしたっけ、ね、さん、ちょっと今日はまだあれがあるかもしれない。あ、分かりました。まあ、この辺も本当聞いてよかったらいい方をぜひお求めいただければということですので、ご理解のほどお願いいたします。まあ、ぜひブースですとかまた近日中店頭等にも並ぶかと思います。でこの後もまた、チェックしていただく機会があると思いますので、一度ぜひご視聴いただければ、幸いに存じます。はあ、ここまで何分、まだ時間ある、44分、もうちょうどいい頃合いですが、そろそろじゃ質疑応答に移って終了にしましょうかとも思ってるんですが、まあ僕もあんまり引っ張ってると時間なくなっちゃうんで、どんどん言いましょう。突然ですが、皆さんの中で50回以上聴いた大好きな曲、いくつ挙げられますでしょうか。私の場合は、なんでまあ、これも祭りの前、クソ小1時間、忙しい時期に小1時間かけてピックアップしたんですけど、まあ誰もが青春を彩った、なんかほろ苦いとかね、そういう数々の名曲があると思います。だから50回聴いた、いやもしかしたら100回、200回聴いてるかもしれない。でも、まあ、意外と、じゃあ今言えるかっていうと、どうかな。
昔ホテルカリフォルニアはおそらく500回ぐらい聞いたと思いますけど、まあ、それでも小学校から数えてですね、でも1年間たった1年間で50回聞いてしまった曲、まあ、すっげえヘビーローテーションとかね、もしかしたらすごい聞いてるかもしれませんけど、無批判頭の柔らかい時期、あれ、まあ、大体もう勘のいい人は分かってるかと思います。アニソンもしくはテレビ漫画主題歌、これ今もあの結構ね、あの短い3ヶ月とかもっと短いものもあるし、まあ、OBA とかもあるし、ですがあの我々が子供の頃なんか始まると1年間やるんですよ。そうすると大体52回ぐらいですかね、あの特番とかが入ってます。だから必ず聞くんですよ、しょうがないですよ、どうしても。でアニメ、アニソンって言いますけど、まあ、なんか萌えでしょみたいな、皆さんちょっとこうバイアスがかかってると思うんですけど、基本アニソンって劇版なんで、劇版っていうのは、あの音楽的な傾向はないんですよね。例えばあの何か、ジャズの、まあ、ジャズの映画もありましたね、坂の上などの、あのそれであればジャズがつくし、あの他のもファンシーなものだったらファンシーな音楽がつくしみたいな、どんな、まあ、結局うつろいやすい子供を踏んづかまえてですね、はい始まりのテレビっつってテレビの前に座らせる、まあもっと古いですけど紙芝居のこう表紙みたいな役割はあるんで、そう思ってますので、すごいキャッチーじゃなきゃいけない。これ歌詞についても曲についても、特に曲についてはその当時流行ってたとこから微妙にちょっと遅れたぐらいの、はいはい、ぐらいのなんだっけ、貪欲さを持っていろんな音楽を取り組んでいく。だからもうディスコが流行ればディスコが来るし、モーターンが流行ればモーターンが来るみたいな。ということで作品の世界を自由自在に構築することができる、これがアニソンでございます。やっぱり音楽は大事だよね、オーケストラの中心ですみたいな人もいるかと思うんですよ。でもそういう人が初めて聞いたジャズクラシックも実はルパンということなんじゃないか。アニソンは日本人が共有する音楽の原風景であると、まあ、男の子も女の子も、まあ、相当特殊な環境、すっげえ厳しいでテレビ見れなかったとか海外にいたとかいう人はともかく、大体子供のこの時期大体アニソン聞いてるんですよ。アニメ見てからしょうがないんですよ。もうこれもうアニソン始まって51年です。哲学も63年ですから、そうするともう50年以上で、大体年齢10歳、12歳ぐらいまで聞いたと見てたとして、もう今60超えてる人もアニソン世代なんです。ここにいる人全員アニソン世代ということが言えるんじゃないか。そして残念ながらアニソンは幼い人に受けた DNA の結果でございます。これを証明するところ、うちの会社にもあの、まあ、長いんで、60歳以上のスタッフがいます。初めて聞いたアニメ、初めて見たアニメ何でした、いわゆるアニメ8とかね、鉄マークと出ます。そのテーマ曲歌えますか、スラスラ歌えます。脳に焼き付いてます、これもう取り消せないってことは、アニソンが問題なく再生できればどんな音楽でも OK なんだ。頭おかしいこの理論から出たのが、皆さん覚えてますでしょう、これ一人はモネ、テレビの新番組が始まりますみたいな体でやりましたけど、2年前にここでつってもこの、あのこのヘッドホン祭りで発表して、ダブルウーファーで厚み持たせてデュアルハイ構成でキラキラな攻撃を再現、ボーカルタイプ意図的に少し沈めたバランス息災ですねでもこの少し沈めたバランスというのが、人間の耳が聞きたいものを聞こうとする、あのそういう感度調整機能を積極的に生かすという狙いがあった。アニソンなんつったらみんな死ぬほど好きなわけですから、だからそれをですね、いやちょっとここの空間もっとこうなるはずだよなと思いながら聞くと、そこが持ち上がってきて、周りも一緒にくるっと上がるから、今まで聞こえなかったすごい些細な音が上がってきて、ちょっとコンプレッサーマキシマイトをかけたような効果を生理的に出すっていう狙いだったんです。狙いだったんですよ。ガッ狙いが強すぎて、本来どんな音楽でもいけるはずがちょい分かりにくいバランスになっちゃったと。可愛いキャラクターと裏側に死ぬほど好きな曲を自ら聴きに行く、
極めて能動的な聴衆回路を求める力が全員仕上がれしまったという失敗だと思いましたその変なスイッチも入ったこれはもう全部笑ったが難しかった形状
例えばこう方音にして方音なんだけど後方にしてここに1本足すとかねいうことができなかったんです、手では残念ながら。これがもうあの 3D モデリングのその中で、デザインして、まあ、いろんな制約はあるんですけど、まあ、それによってあのより音響条件のいいあのシェル音動形状というのを与えることができました。あとすごい微妙なところなんですけど、あの効果条件というのがこうスライスで固めてきますので歪みがなく造形ができる、まあ、これによりあのフィット感の改善というのも、貢献してくれています。で、綾の音質設定、何の設定だと、フィットヒアモネ、これですね、リスナーの強い意識を積極的に利用するという聴覚のスペシャリストならではの無謀なあのアプローチだった。それに対する評価はある意味両極端、 E が2で何それが8ぐらいな感じでしたけど、ということで綾では、反響を踏まえて誰もが分かりやすいバランスを目指したとだけ言っておきましょう。で、アヤの失敗もありますし、アニソンはともかく普通の音楽どうなんだと、はい、これを私から説明するのは先生でございます。ミュージックトゥーゴー、もうポータブルオーディオ界のもうゴッドファザーでもあり、エヴァンジェリストでもある、佐々木さん、どうぞ。佐々木さんにはですね、ちょっと事前にあの製品評価ということでこの、ヒットイヤーアヤの、ご視聴いただいております。で、私は一言も言いませんのでざっくりあの雰囲気を伝えていただければお手柔らかに。まずこのアヤですけれども、始まりはある雑誌 の, ちょっとあのレポート、レビューがあるので須山さんの新作を単に書いてくるという話で、まあ、これポンと渡されてきて、まあ、初めあの何も須山さんの方には聞かないでこうまず見てみたところ非常にこう、まあ、やはり今まで通りの、まあ、瀬山さんらしい、まあ、非常に造形がいいなと思ってで、まあ、実際に視聴してみるとさすがにやっぱりフィットも素晴らしいということで、まあ、これやっぱりいつもの利用ですねっていう瀬山さんに聞いてそれで初めてあの 3D プリンターということが分かってちょっと自分もびっくりしたんですけれど も, もう今時もう 3D プリンターでもこんなものができるという僕自身も初めてこう 3D プリンターの製品を手にしたんですけれども絶対全く言われないとわからないくらいのまず品質ですしあとはもう非常にやっぱり今までに比べても非常にこう3次元的なこの立体感というんですかねそれが非常にこうよくできているということがやっぱりまず言えるんではないかと思います。あとは一つあの須山さんはちょっと言ってなかったかもしれませんけど攻撃の保温型のところですね。これあのよく見ると攻撃 の, あの温度のところが非常に保温型になっていてこれであのバランスのアマチュアの攻撃方向をあの拡張するというような意味もあるらしいんですけれどもそういう非常に複雑な、ま、造形ができるようになっているとあとは先ほど言われたようにあのバラつきがないですかね。あの今まで の, あの製品の方向製造方向だとどうしてもやっぱりバラつきが出るんですけど 3D プリンターは全く原理的にバラつきが出ないいうようなところもあって、まあ、非常にこう優れた、まずカスタムとしてはシェルの出来があると思います。それとあと音質の方なんですけれども、まずあのやっぱ音質でパッと聞いて思ったのは非常にこう透明感があるということですね。で、あのこれはあのやっぱりパルテードあたりがやっぱ感じてたことで、これもやっぱりあの瀬山さんに聞いて、今回パルテードカスタムですかって最初聞いたんですけれども、まあ、今回は全然パルテードとは全く異なるモデルであるということで、アプローチも全く異なるというようなあの内部的なものも使われているというらしいんですけれども、あとはもう一つは透明感があるということと、あとはあの先ほどあのいろんなジャンルに適応するという話もありましたけれども、まあ、聞いてみると、まあ、ジャズでもクラシックでもまず感じるのは生楽器が非常にリアルだということで、今まで多分こんなに生楽器がリアルにちょっと感じられるイヤホンってあまり聞いたことないくらいかなというくらいだと思います。で、ね、やはりこう合ってるのはこのやっぱり AK122 とか、ああいう非常にあのモニタリング系というか、非常にこうハイファイ系なものに非常に合うんではないかというふうに思います。あとはそうですね、上の伸びとか、あと下の沈み方とか、やっぱり解析とか、そういったあの一般的なスコアも非常に高いと思いますし、なかなか、やっぱり 3D プリンターならではの良さっていうのもあると思いますし、やっぱり今までの須山さんらしい良さっていうのもあるというふうに感じられると思います。以上、すいません。先ほどもですね、原田さんの時と同じで、今回あの、
佐々木さんにお渡しして、こちらのところで一言製品についてお話しくださいと言ったきりですね、どういう答えが来るかというのを今初めて聞きましたので、大変良いご感想をいただいてありがとうございます。佐々木さんに今お話しいただいたこと、まあ、それはもちろん先ほどから申し上げているように実際もう本当ご自身の耳で聞きをいただくのが一番正確なところ、またそういったところに最初の今挙げていただいたポイントだとかそんなこともまた思い出していただきながら、お試しをいただければと思うんですが、フィトリア出たばっかり、うち、皆さんご存知の通りあんまりキャパがないということでですね、カミングスーンオープン価格オープン価格のいいのは決まってなくてもいいと非常にありがたいこの、ルールなんですが、カミングスーンということで、ございますが、落としたそれではちょっと申し訳ないのでですね、これもう終わりだったので終わりか、視聴器だけはご用意いたしました。出たとことかにあるの？ブースにある。ブースにあるんです。ブースにですね、今のアヤの、まあ、カスタムではありますがご視聴いただけるようなユニバーサル的な、視聴器が用意してございます。でちょっとまあ発売タイミング等に関しまして、また価格に関しましてちょっと明確なことは申し上げられないのは心苦しい限りですが、なんとか年内、来年内とかねまあそれになる我々が暇で死なないように、もしくは残業で死なないぐらいのタイミングを見計らってですね、すっごいそれがね、狭いんですよ。5代だと暇で、10代だと死ぬみたいな、そういうどうしても職業なので、それ見ながらまたご案内できればと思います。はい、以上、ですね、長々と喋りました。あ、はい、じゃあ、最後、ちょっと実物をですね、なんとこういう、こんな素敵な回で私のバカ話を終わってしまっては申し訳ないんで、藤井様の方でですね、素敵なモデルさんがいらっしゃって、でその方がこうざーっとこう皆さんの方に見せて回るというような申し訳ないどうでしょう、こんな感じで最後までなんとか聞いていただけましたでしょうか。ご期待に添えるようにですね、開発等もこれから進めていったり、あとあんまりお待たせしないようにもうちょっと生産の方も強化していきたいと思いますので、よろしく、ご協力、ご理解のほどお願いいたします。ありがとうございました。